今日ポニーテールだよ。ミューポンとズルいいでしょ。お化け屋敷怖かった？え、マジ怖かった。お化け屋敷本当にやばかったです。もうなんか普通に無理。多分うちもミューポンもお化け屋敷無理な人なんですよきっとなんで行ったんって感じだけど、お化け屋敷無理な人なんですよ2人とも。だからもうずっとこうやって手つないで、で自分はこうやって手つないでこうやって耳塞いで目つぶってこうやってこういう目でこうやって歩いてた。だからほぼ分かってないけど何があったか。なんかあ、ネタバレになっちゃうか。あ、別にいいのか。なんか花束を持ってそれをなんか入れなきゃいけないみたいなミッションがあるんですけど、うちそんなん忘れてたし、そしたらミューポンが全部やってくれてたでもミューポン最初の方ずっとさ、なんかさ、ママーって言ってた。ママー助けてーってずっと泣いてたもなかった。でも2人とも本当に無理やしてたから全然進まなかった。ピスケさんやっほー、誘われそう行こうっていう話をしてて、ちょうどなるみさんやっほー、ちちりんさん、フラペチャさん、ボエリさんやっほー、よくもかやった。ミューポンの発信言ってた、許す。ミューポン許す。ポニーテかやった。そう今日ポニーテしました。あんまりしないけど今日はさ、あのなんかすごい雨がすごかったから下ろしたらさボサボサになるかなと思ってさポニーテしてしまった。山椒さん TM さんありがとう。今日風強いんですよ。可愛い服着てるの草。草って言うな。可愛い服着てて可愛いって言ってよ。草ってなんだよ。臭くないよ。山椒さんハタありがとう。そうビビリだった。無理&無理だった。そうな感じ。静岡雨もひどいとこあるみたいよ。大丈夫かな。ね、大丈夫かな。なんかバーバからさっき久々に LINE が来て、なんかかなちゃん元気かなみたいな、なんか文章が届いてた。静岡雨すごいよみたいな。無理、なんか余分な外出は控えてねって言われたバーバに LINE。 雨やばい。え、普通にさ台風の情報見たんだけどさ、見た感じさアイドルアラモード大丈夫そうってなんか思った。え、わかんないけどさ、ちょうどさ1日らへんにさ台風そこらへんいるくないってなんか台風情報見て思ったんだよね。ミューポママってなやつ、そうマジで可愛かったです。パピラピス花火ありがとう。何その服、え、何その服、何その服って。でも何その服、普通に服ですよ。かんちゃんありがとう。花火嬉しい。え、そう日曜日ちょうど名古屋あたりだよね。そうそれを見てさ、えっと思った。新幹線とか止まらないの、移動できるのって思って。ふちさんハートありがとう。だるまありがとう。つーさん花火ありがとう。こんばんは、みんなこんばんは。いでがないわ。今日はちょっとやらなきゃいけないことがあって、ちょっとだけレッスン場にいて、レッスン場にいて、でレッスン場行ってやらなきゃいけないことを2時間か3時間ぐらいやって、でそしてミューポンと約束してたから行って遊び行って帰ってきた。でもやらなきゃいけないことがちょっとまだいっぱいあるんですよ。普通にアラモードのダンスとか服フェスとか今から覚えるから、だから早めに配信した、夜覚えれるようにって感じです。たっくんありがとう。完全部屋着配信慣れてるからギャップで笑える。ギャップで燃えるとかじゃなくてギャップで笑えるの。笑うなよ。かたまるさんハートありがとう。これから何する、これから何する、配信して寝る、お風呂入って寝るとか。ミューポンはカナチのこと大好きってずっと言ってる。もうかわいい。あ、カラシ太鼓さんタワーの俺見せてないよ。そういえばカラシ大根さんのタオの俺書いたんだ。嬉しい、ありがとう。いつもいつもありがとう。シンプルな8割。
ありがとう、タワー遅くなってごめんね、1週間後ぐらいになっちゃった、ありがとうありがとう、嬉しいよ、嬉しいすぎるよ、かなぼぼ頑張る子、かたまるさんありがとう。そう、みゆぽんがさ、もうみゆぽん可愛いの、なんかみゆぽん、なんかみゆぽんぐらいの子ってさ、やっぱさ、なんか思ったことをさ口に出すじゃん、だからさ遊んでる時もさ、本当にかなちゃんといると本当に楽しいとか、なんかそういうのをさ言葉に出して言うからさ、もう可愛い、本当にいいですね、可愛いって。そう、みゆぽん、あ、みゆぽんの髪切ってから一番に見たの私です。そう、美容院行った後に、あ、そうだから、せっかくお隣人とか同じ時間で、そうなんだよね、そうなんだよ、みゆぽんがやばい好き、そんな、うわ最悪じゃん、それ最悪じゃん、いつもさかなにさ結婚しようって言ってるのにさ、そうやってさ言うのをさ、最悪、浮気だよ、浮気人。プレゼントまだ見に行ってないんだよね、事務所に行かなきゃ、レッスン場行ってきたんだよ今日は。明日から新幹線止まるの、どこが、え、え、大丈夫なのそれは一体。さかのこなまみりさん、花火ありがとう、いでさんありがとう、リボンついてる、そうリボンついてる、こんばんはです。明日はさすがに台風直撃だからお仕事休みでしょって思うじゃん、全然ありますけど、普通に移動できなくない、普通に風に飛ばされるけど大丈夫、普通にさ、私今日の風でさえ飛ばされたよ結構。そう、今日もさちょっと風強かったじゃん、あれでさなんか普通に飛ばされたなんかスカート履いてたんだよね、普通にスカート履いててさ、まあスカートは風があるって分かってるのにスカート履くのがバカだったんだけどさ、なんかもうスカートもさヒラヒラしちゃうしさ、なんかさもう傘も裏返しになっちゃうしさ、もう風にさ飛ばされるしさ、本当にさ大事件だった。その頃笑ってるね、笑ってないよ、あ、なんてなんだっけそれ、ボブにする予定は成人式終わったら悩むけど、あ、まあ切るかは分からないけど、成人式終わったら髪型変えたいなって思ってるけど、切るか切らないかは知らない。でも自分的に20歳超えてもまだアイドルやるつもりだから、うん、なんかアイドルやめるらへんで切りたいなって思う。そしたらさ、うちがボブにしたらさ、なんかあ、そろそろやめるのかなってなっちゃうかな、みんな。でも全然まだやめないですけど、いろいろやることがあって、そうでも充実してる。タック花火ありがとう、かなちゃんだけ見ると近いまで、ありがとう、嬉しい。かなちゃん台風来ても顔見に行っちゃダメだよ、バカじゃないよ、うち、うちそんな天才だもん、かなも思ったことすぐ口にしてない、えー、するよ。かなちゃん好きすぎて静岡県内の知らないところの駅と駅の間で新幹線閉じ込まれ、静岡の空気を楽しんでだってどういうこと、何があったの、待ってめっちゃおもろいんだけど、それかなが好きすぎてとかじゃないじゃん絶対、普通にそれ絶対かな関係なくておもろい。えー、どこ何駅教えてよ。ミューポンのお母さん目線だね、そう本当に可愛かったです。ミューポン最初に見たとかマウントやめてください、 X にマウントあげようと思ったもん、一番最初に見ました、かっこマウントってあげる、あの書こうかなと思ったけど、みんなに恨まれちゃうからやめた。服なんて書いてあるの、ない、何も書いてないよ。サニさんありがとう、花火風強い、そう風強くて、うちさ本当に、でもうち結構さ、あの本当にやんち小学生だったから、小学生の時に、あの雨の日はなんか帰り傘裏返ししてこうやって傘に雨溜めて、あの家に帰ったりする人だったから、全然裏返しになってもこうやってさボンってやれば戻れるじゃん、戻るじゃん、だから全然得意なんだよねそれ、得意分野。そうだからさ、なんかもう本当に一回雨あったら絶対その日に傘壊してた、ママによく怒られてた、それで傘壊して毎回壊すもん雨降ったら楽しいんだよね、なんか雨降ると楽しくなってさ傘で遊びたくなっちゃう、こうやって傘でさ雨すくってさビシャーってやったり。え、新幹線が取りやめになった、どこ、電車もバスも多分止まりよ、歩いて移動するの、え
ええ大丈夫なの？新幹線止まったら IR 行けない。ええ普通にさ、うちらも行けなくない？えどういうこと？うちらも行けなくない？普通に。えうちらどうなるの？うちらどうやって行くの？普通に体重軽すぎだろ。いやうち足弱いんだよ。足弱いからボーンって飛んじゃう。こんばんは、僕が大好物で吊るすだけ歌います。みんなそうやってさ、男の人はさ、ボブが好きって言う。でミューポンと話してたよさっき。なんかミューポンがなんかボブはモテないらしいよみたいなミューポンが言ってたから、いやボブって男受けの髪型すぎでしょって話したら、なんかボブが好きなのは高校生までで、大人になったらみんななんか普通のロングが好きなんだってってミューポンが言ってたけどさ、うち的にさ、どう考えても普通にさ、みんなボブ好きだよね。なんでそんなボブが好きなの？疑問。何になりました？ブログ読んでて、やばい。そう、ブログ読んで。いいかな、19年間夏休みを書いた。夏休みの過ごし方、ほぼ毎年同じでおもろい。犬ちゃがな、反乱しちゃいました。えどうするのそれ。風に飛ばされたらちょうど家に着いた。そう、着地したら家だった。あとそう、ヒラヒラするからね。本当に風強くなってきたから、かなちゃんも気をつけて。えみんなも気をつけて。私たち大丈夫かな。福岡いい時に行けてよかった。そう、なんかさ、予定ではなんか自分ちがもともと見てたやつではさ、もううちらが行ってる時になんか、よいしょ、うちらが行ってる時に台風が来るみたいな感じだったから、え最悪じゃんって言って、そのプールも屋内があるところに変えたんだけど、結局ね大丈夫だったんですけど。そうだから良かったと思った。今日ねちょっとダンスの先生に会ったんだけどさ、楽しかったって言われた。かな飛ばされやすい。そう、飛ばされやすい体質。まこちさん、花火ありがとう、嬉しい。隣の家は台風で屋根が飛ばされて、えそれさ大変だよね。結構やばいよね。何歳までアイドルしてくれるのか気になる。わかんない。ボブにしたらさしていやでもボブにして、もしなんか普通に気分でボブにしたくなったら言うわ、みんなに。普通にこれはやめるとかじゃなくて、気分でボブにしたくなったよって。ボブにしたって、えでも普通に大丈夫、言うよ。じゃボブで、それじゃない時は説明がなかったらそして。でもね、多分大体はね大丈夫、まだやめないし全然。今日に遊ばれた。そう、明日のクルージングツアー、それになってみたらビエンだよ。確かにそれはビエンだね。私もクルージングやりたい。かなちゃんもする、ありがとう。ガラシ大根さん涙、頑張る。ミューポンの横にいるの羨ましい。どういうこと？掛川こんばんは。31日お話があるから移動あるよな。その頃には収まってるんかな。でもさ、思ったの、なんかさ、台風さ、なんかさ、日本の真ん中ら辺でうろちょろしてるくない？うち見たんだよね、さっき台風情報。ちょっと一回調べるね。台風え、なんかさ日本のさ、なんか真ん中ら辺でうろちょろしてるくない？確かにお話し会も普通に移動あるじゃんね。あった、台風情報。お話し会再始まった。お話し会待ってます。再始まりました、待ってます。かなうが19歳になる前のお話し会、10月のオンラインお話し会がおすすめ。10代最後のいでかなうです。もう20歳になったら10代のいでかなうはいないからね。みんな後悔のないようにね、来てね。ちょっと見てみるか。ほらほら、これ結構さ、やばくない？なんかこう、日本こうなってるじゃん。しっかり日本の上通ってくよね。どういうこと？これはこれやばいんじゃないの？二人とも中学生に見えない。高校生。かなちゃんのことが大好き、嬉しい。ミューポのママに会いたかった。やんちゃ。まるまるさん、金魚ありがとう。かなって中間子だけど、妹の気持ちと姉の気持ちがわかるよね。うん、そうだよ。でもうちさ、普通に中間子だけどさ、一番家族、うん、なんか中間子だけど、なんか
お姉ちゃんと妹が仲良かった。今は全員仲いいけど3姉妹で、うち結構一人だった。なんか性格がこんな感じじゃん。だからずっとうち一人だったよ。そんなめっちゃ仲いい、めっちゃ仲良かったけど、お姉ちゃんと妹が特に仲良かった。私は一人だった、いつも。でも楽しい、一人でも。なんかいとことか結構いるから、なんかいとこの中間子の子もいるんだけど、その子もよく一人だったから一緒に遊んでた。仲良かった、その子とは。めっちゃ普通にさ、ほら、なんか大丈夫？余分なもの映ってないよね。ほら、結構日本って感じじゃない？これうちこういうのの見方わかんないけどさ、結構さ上に歩くない？大丈夫なの？全ての日程、お話し会もアイドルアラモードも。静岡知らんすぎてどっか分かってない。かなえちゃんの生まれた静岡勉強して、勉強してよ。かなえの場所だから。ホーリーさん花火ありがとう。フラペチのおはよう。正直めっちゃ傘やるじゃん。そう、今静岡の天気雨やばい。え、そうなの？大丈夫かな。かなえも大変だったな。おちょこ傘が裏返しになるかなと。そう、傘裏返しになること、およくかわざと傘を裏返しにしてた。こうやってバシャってそして雨を越えてためる、たまるんですよ結構。ペロペロさん花火ありがとう。現地集合でボムにしたら金子と迎えに行きます。別に来なくていいし。新幹線は全線で、ボムいいかもしれないけど、金子ちんちゅうさぎありがとう。ロングハン嬉しい。普通にポニテが好きです。今日ポニテした。ライブとかでポニテしたことないけど、ね、だからプライベートとかでやることが多いですね。ボブも好きだよ。顔によるけど、確かにボブって結構顔が重要になってくるよね。私ボブ好きだった、ボブ好きだったっていうか、ボブしてる女の子いいなって思ってた自分も。ツインテール一番ありがとう。名古屋のフェス、そう、大丈夫なの？柏井柳井のことか、どういうこと？字が書いてる。よかった、自分の位置情報だけ書かれてると思ったら何も書かれてなかった。字が書いてる。 X 毎日かなちゃんポストしてるから見てるよ。ありがとう。台風かなちゃんボイじゃもっと押すのにな。でもさ、ボブにしてもさ、ボブにしたいけどさ、ヘアアレンジできなくなるのがね。瞑想ね、真ん中ではない。まだ九州、今九州、いつここに来るの？明日。そう、週末名古屋だ、泊まってたら終わりやん。うちらダメじゃん。ゆさん花火ありがとう。風が強いのですか？そう、予報円なんかわかんない。これどこが強いの？この円の中のやつは全部強いの。なんか荒野行動みたいだね。荒野行動のさ、なんか範囲の円みたいだね。速度が非常に遅い。おデブちゃんだよ待って、めっちゃおもろいね。人生後悔だらけじゃないよ、特に。31楽しませて追加で買わせる作戦。なるほどね。じゃあみんな31日楽しもうね。最高に、最高にしようね。最高、最高、最大の楽しみにしよう。今回の台風は最大級らしい。大丈夫なのそれ？私たち台風さんゆっくり日本一周旅行中。うわ、いいな。台風についてこうかな。かなもラブラブさんありがとう。最近可愛くなってるけど恋愛スキャンダルないよね。どういうこと？恋愛スキャンダルって何？あ、恋愛をしてるかってこと？してないですよ別に。そんな、それは可愛くなったのは普通に、普通にアイドルになったからじゃない？わかんないけど、可愛くなろうという意識が芽生えたんじゃない？かなちゃんがボブでもロングでも関係なく好きだから、かなちゃんで。ありがとう、嬉しい。そんなこと言われたら好きなようにしちゃう。私はみんなのことが大好きですよ。ついでに台風、僕が住んでる近所に。大丈夫？それやばいね結構。それはよいしょ、結構やばいですね。いや大丈夫かな。
いてててて、今日もいでちゃん可愛い、嬉しい、うれぴー。そんなこと言われたら嬉しい。よしゆみさん花火ありがとう。こんばんは。 A は左か右の分かんないかが7割だ。左か右か真ん中とか。じゃあ確定ではないんだな。台風鹿児島に2日間滞在、すごっ。そう台風で飛ばされるんですよ私。風強いと飛ばされるから、ね、嫌なんだよ。鹿児島に避難指示が出た。え大丈夫なの。ルンルンさん花火ありがとう。風強いと気が傘でアニメみたいに飛べないかなってやりがち。ええわかる。一瞬空飛べるかって思っちゃうよね。うちの方も避難警報がなって。えボブにしてかわいさまじまじ。傘にまたがるの違うよ。かなちゃん僕たちが X にどんなポストしてくれたら嬉しい。え可愛い写真あげてくれたら嬉しい。今回の一回ビッグでボブにしてみる。してみません。ボブはボブにした時はもう内緒、みんなに内緒でボブしちゃう。ロングだと減られんで。そうそうそう、できるんです。名古屋のフェス日帰りじゃない、わかんないけど。何も名古屋ね、ね絵の中は逆に弱いよ。えどういうこと。台風荒野行動に例えるのおもろ。えなんかさ、荒野行動もああいうさ、なんか赤い線あるよね、範囲内みたいな。範囲出るとなんか命減ってくるやつ。じゃあんま荒野行動やってなかったからわかんない。進行方向の右側が風強いよ。やばいってこと。絵の中に台風の中心がある確率が 50% って意味らしい。全然意味わかんない。オンライン何枚ぐらいあったらプロポーズできますか。1558枚。かなちゃん好きすぎてガチ恋。嬉しい。そんなの言われないもん。絶好調で豪雨で強風大丈夫。みんな1日台風が広島に上陸するのに1日なの。全然まだまだ。ビーちゃんとありがとう。こんばん。大雨の中ブーウーバー頼むのどう思う。頼めるの。あんま人いなそうで。大雨だったらさすがにいるか。ジャッキーさんありがとう。メイさんありがとう。今日か明日にかけて大阪に来るはずだったのに全然まだ九州や。ピックリンゴ話戻るけど、ミューポンはかなえちゃんは行動力あってすごいって言ってた。それさ、今日一人でご飯食べ行ってからでしょ絶対。ミューポンとバイバイした後ご飯食べ行ったんですよ。もうどうしてもなんか食べたくてお腹空いちゃって、今日朝から何も食べてなかったから食べ行ったんだよね。すごいねって言われた。でも普通にさ一人暮らししてたらさ一人でご飯食べ行くよね。日にちが先に行くほど大きな縁になる。でどんどんさ悪化やばくなってるってこと。今溜まってるってこと。結構今日もかなえちゃんとあずみさんとゆきりかさんとりねさんのことしか会えない仕事もなかった。おすごい意外と多いね。タンタンありがとう。花火メイクレシピの画像は、あそうなんかメイクレシピの画像は普通に前のさ前のやつでさもうあげようかなと思った。だって別に2個目いらなくない。そのうち変わってないんだよね、メイクの画像使うメイク動画だから。前のやつでハッシュタグつければいいかなって思った。よゆさんありがとう。花火台風の目は、そうなの。チーム組んで戦う系のゲームで男女が出会う時代らしい。うちでも愛の無理、なんか喋ったりするの無理ゲームで。普通に何がおもろい。飛ばされるよりも飛ばされたものに当たった気がする。怖い。気をつけてみんな本当に。明日パルコ閉館なの？もう絶対。そうなんかさ今日本通り歩いてたら結構さなんかラッシュだっけ、ラッシュとかもさあのガムテープをさ窓に貼ってたんですよ。だからそんぐらい結構さ重大なじゃん。普通に明日大丈夫なんですかね。普通に会って普通にさうちがさ移動するときにさ物に当たってさ行ってってなってさもうほん終わるじゃんね。そしたらもう普通に明日やめた方がいいと思うんですけど。普通に家出たくないんですけど明日。何を食べたの。パスタ。すべえたまえありがとう。31日はおしましでかなちゃんに嬉しい。待ってるね、約束だからね。ゆうとさんおはよう。みんな台風の中心で台風と逆回転したら打ち消せる。その自分が軸になるってこと。一人で食べるの寂しい時。寂しくないよ、一人で食べて味わうんだよ静かに食べて。中高生の時で自分に持ってないものを持ってる人に憧れるよな。パッと東京行く友達に憧れた。そうなんだ。自分うるさかったから静かの子に憧れた。まあでもうるさいから静かにキャラ変するのは絶対無理だからしなかったんだけど。
先に行こうで予想が様だまない。え、大変だね。大丈夫かな。なるみさんはありがとう。メイクレシピのやつ、スキンケアとヘアケアバージョンしてみるのだ。天才。ヘアケアバージョン、え、私ヘアケアなんかしてるっけな。あ、アンザーブーラーぐらいしかしてないですけどな。スキンケアか、スキンケアね。あ、でもスキンケアはあるかも。なんかニキビができそうな時の肌用と通常の肌用のスキンケア別にしてる。ママが静岡から送ってくれたのは、なんかニキビができそうな時のに使うとめっちゃいい、便利。確かにあり。じゃあ次はシャンプーとか洗剤レシピ任せて。可愛い写真ポストするからスクショタイムしてよ。普通に話してもかわいいけど、いいよスクショタイム。え、今からなんか終わる人みたいじゃんもう食料確保。そう、あ、そう、ママに言われたんだ、食料確保って。あ、忘れてた。え、え、買いに行った方がいい今から、カップラーメンとか。ライブ配信で始まる声もあるらしい。どういうこと、ないでしょ。そう、ナイトクルージング中心だ。ちなみにサンモール広島も閉館だよ。え、じゃあどこも閉館じゃ。じゃあ食べ物ないじゃん。え、どうするの。コンビニは開いてる。ちなみに顔に物当たってリアルゾンビみたいなビジュアルどうするんや。本当だよ、絶対明日はもう何もなしにするべき。本当に店員さんとかなうちゃんの話で盛り上がって料理を一品サービスしてくれたお店があります。どういうこと、かなうの話で盛り上がったの。え、めっちゃおもろい。どこどこ。メイクレシピ、スキンケア編、ええやん。お米ある、お米あるよ、お米はあるよ。冷凍品買っておくといいよ。え、でも本当に外でない準備してない、置かないと。え、本当うち何もない、どうしよう。え、結構ガチめに何もないですよ私家に今。お米ぐらい本当に。明日なんか食べるもの水もないです、助けて。え、ほんとそのレベル何もない。確かにウーバーしよう。コンビニ毎日ロコンとあった食べ物。え、確かに終わった。水あるないよ。え、ほんとに何もないですよ。やばい、やばいですかこれは一体。え、やばいかな。アイスいっぱいない。あ、アサイボールならあるあとバナナもあったわ。あと病気のラーメンならある、作るラーメン。私水道水嫌なの、水道水嫌なんですよ。飲めない水道水。停電する可能性あるからパンとかあと飲み物を多めに買っといた方がいい。うわ、ちょっとどうしよう、ちょっと後で買おう。パンなかったの？やっぱみんなこうやって貯めるのかな？やばい、本当にどうしよう、本当にどうしよう、本当にどうしよう。え？停電来たら一気にあるしよ。え、確かに。え、私大丈夫？本当に。そうめんある。あ、よかった、そうめんあるわ。ポット型の容器。こんばん。水なら外。確かに。じゃあ水はいっか。今のうちに帰った。あ、ロキャラの。振りかけない。モバイルバッテリーなーい。簡単に食べるものはなくなる。うわ、最悪。買っとけばよかった、今日。何も考えてなかった。ママに言われたんだよね。なんか、広島の家に帰る前に、食べ物をたくさん買っといた方がいいよって言われたんだよね。忘れてた。バカだった。眠くなっちゃった。マルトモちゃん花火ありがとう。カップ麺水で作れるの、絶対嘘だよそれ。しなしなやん、そしたらもう。マルトモちゃん花火ありがとう。オンライン話しか普通にやるのか。缶詰もなんもない。マルトモちゃんありがとう。ピロピさんありがとう。ちょっと眠くなってきた本当に。かなちゃんバカじゃないよ。ダイエットになる。そうだよ。やばい眠い。なんかこのライト見ると眠くなるんだよね。ライト消そう、眠くなるから。これでいいや。だって眠くなる。オンライン話し会、台風中継みたいに台風の中でやるんでしょ。
コロナの時はマネさんが非常食を部屋まで持ってきてくれた。一旦配信切って買い出し行こう。確かに眠い。グラノーラあるよ。延期や一部振り返るかもって書いてる。カップ麺お水入れて時間置いたら食べられるよ。美味しくはない。やだ、美味しくない。カップ麺眠い。一緒に寝ません。一人で寝る。一人で寝ますからね、私は。ちょっと1分寝ていいですか。1分だけ、1分だけ寝ます。やっぱり目をつぶるだけです、寝るっていうか。だから許してください。うわ、ちょっと映したくないな、寝顔。こうしとこう。起きてまーす。うわー、あー、泣いてないよ、寝てるんだよ。ソファーじゃなくてベッド。散らかってない。ミンティアと本と DS のカセットあつ森があるだけ。あと DS もあるよ。DS と2と DS のカセット、小人図鑑、隠れもも尻、かわいいでしょ。あとこれトレみたいなカセット、なんとかの間とかがあるやつ。寝言大丈夫？1分タイム、1分ぐらいじゃない、ちょうど。わあ、気持ちよかった。目覚めた。女の子の根性激しい。配信キャスにガチでしょ。え、でも寝てない、寝てないですよ。寝てるわけないじゃん。他のメンバーの話。寝る前にお風呂入らないよ。1分寝なら新幹線とかバスで寝る体勢やん。え、そうだよ。長吉さん花火ありがとう。泣いてないよ。バンされろ。するわけされない。頑張るかな。今のうちにやじゃりさんの本題話しか言ってくる。待って、おもろ。時間有効活用しすぎて。今来てる人泣いてる人に本手が不条。吉見さんありがとう。まだ起きてない。これは夢だよ。昨日の続き。今のうちに食べ物を買っときなよ。彼女のおかげで配信ない。あ、許さないから。散らかってない。こんばん。配信が固まったのかと思った。寝てた。買い物行った。目先それ懐かしすぎる。え、懐かしいよね。え、結構好きだよ。かなよこれ。
これが好き、一番これが好きでさ、これが好きでさ、家でさ、段ボールで作って遊んでたよ。しかもいとこがこれか持ってたんです。これセットがあるんですよ、こういう売ってて。その時にいとこがクリスマスプレゼントかなんかでもらってていいなと思って一緒にやってましたよ。こんばんは。井出健って5級だからベッドって知らんかった。はい、もうダメです。ブッブー。井出健って最下位。これベッドです。これはどこで買ったかっていうと、ネットで買いました。ちなみにこれは筋膜ローラー。寝る前になんか足とか首とかゴリゴリしてるよ。いびき聞こえてません。腹筋しようかな。あ、筋膜ローラー。カナム読書するんだ。これファンの方がくれたからしてる。なんか普通に自ら本とか買わないから、ファンの方がくれて嬉しいから読んでます。おはよう。さかなこのまみれさん結婚しないよ、だって眠いもん。からし大根さん結婚したありがとう。今日は結婚しないよ、眠いから。トレー面白かったの。めっちゃおもろいよね。かなめっちゃ好きだった。めっちゃ好きでよくやってた。懐かしい。なんかここら辺の顔の肉なくなったな。なんでだろう。生誕 T シャツデザインは浮かんだ。浮かびましたよ。いいのかわかんないけど、いいものかわからないけど。ピースピース。昨日夜勤だったからかな、ちゃんの声聞きながら寝ます。最高。井出健ってめいちゃんは何者。あ、めいちゃん何者か知ってたら、かなう検定1級です。トーレは急に放送しなくなったよね。それな、なんでなんでだろう、気になる。名前変えたでしょ、からし大根さん。はあ、もう知らない私。おはよう。かなう考えたら何だったし嬉しい。そう、今日そういうのとかね、いろいろ考えに行ってたです。そんな一日でした。今日かなう一級クリア、嬉しい。めいちゃんはジンベエザメの子供。あ、それは結構なんかいいね。結構詳しいね、そこまで知ってるのは。まあ、めいちゃんジンベエザメの子供ではないけど、ジンベエザメたあの鯉をあのお寺に浮かんでる鯉をジンベエザメの子供って言った子がめいちゃん。正解ほぼ。いとこかなちゃんとの話するのかと思って。許さないよ、うちはもう。もう許さないって言ったじゃんよ、普通に。もうめんどくさい、許さないって言ったじゃん。はあ、ピースピース。ヤッホー。ガミスマイルネキって大きく書いてる T シャツが最悪。絶対それは開かないから大丈夫です。そういう感じで眠くなってきました。1分寝たのになんで眠くなるんだよ。アバターとか名前でかいのやつ許さないですよ私は。もうピースピース。かなちゃんコンビニかな。コンビニで最近パンか食べなくなったんだよね。前はチョコチップパン結構食べてたけど、クリームパンとかだけど、最近はおにぎりとかが多いかなって感じかな。コーヒー飲みたい。かなちゃん楽しそうから信じてください。信じないって言ったじゃん昨日さ。昨日普通に言ったじゃん自分。それもう次やったらうち信じないからって言ったのに。やること多かったら来週見て大丈夫。大丈夫、全然無理じゃないよ。井出かなうは何者って問題が分かんなかった。井出かなうは何者でしょうか。答えは危な。チークタークチークタークチークタークアイドルでした。親指の付け根をつぼ押すとシャキッとしますよ。親指の付け根。吉川さんの指ありがとう。どこら辺だろう。楽しいってなかなか信じてもらえない。信じないでしょ普通に。信じれる人と信じない人がいる。僕がなじゃなきゃおいしいって。もうやだ、嘘だもん。どうせいつも嘘つく。好きなサンドイッチの具は
サンドイッチ食べないんだよね、うちそもそも。サンドイッチあんま食べないんだよ。カツとか高級系ショールーム。違うよ、違いますよ。こうはおはよう、カナダイガスクイズしてください。当てたいです。カナダちゃん関するクイズ。じゃあ昨日の夜私は何時に寝たでしょう。静岡さん、そうです。吉川さん、花ありがとう。ペンライト倒しにしてくれたら。自分は倒しじゃないけど、彼女のこと大事に思ってるよ。そう、それが大事、大事なんです。私のことを大事に思ってくれてる人は、私はみんなのことを大事に思います。そう、彼女ちゃんがサンドを食べた報告ないでしょ。食べないです、サンドイッチ。なんてだろう、食べないんですよね、そんなに。こんばんは、2時15分。お、いいんじゃない、いいところ行ってんじゃない。カナにカレーのルーのルーをくれたメンバーいません。本当に信じもらえるように、どれだけカナちゃん好きか手紙をあげます。本当ですか。次やったらもう信じないからね、本当に。ツインテール上嬉しい。3時34分。はい、ブブー。3時には寝てました。昨日何時に寝たっけな。でもお風呂入って、配信終わってお風呂入ったのが1時とかで、髪の毛も乾かしたから、髪の毛とか乾かしたから遅くなっちゃって、わかんない、あ、もうわかんない、わかんないけど忘れた。正解は忘れたでした。1日1回コンビニやスーパー行っちゃうんですよ。コンビニってよくないよね、たくさん買っちゃう。3時、何時に出たっけな。昨日夜何したっけ。でもなんか覚えてないんだよね、自分昨日夜何してたか。だから多分寝落ちしたんだと思う。だから覚えてないです。成功を願ってくれてありがとう。カツサンドくらいしか食べない。最後にサンドイッチを食べたのはいつ頃。いや本当に家族でピクニック行った時ぐらいだよ、食べるの。去年の5月とかで、わかんないけど。実は大事に思ってる。メンバーは悲しむようなことは言わないように気をつけて。嬉しい、ありがとう。本当に涙ない。倒したないけど3期は叶うしか見てない。あ、もう嬉しい、それはもう泣けてくる。サッチーからルーもらってなかったっけ。ルーってどういうこと。ルーって何。2時50分。え、どんぐらいだっけな。叶うしてないです。花もしてないよ。平田おじさんのこと押してたらやばいか。シャワー1時間も入ってるなんて、あの問題も続きました。井出かなを攻略するのは難しいからね。かなちゃんに信じてもらえなくなったら僕は生きていけません。かなちゃんのことありがとう。正解忘れた。そう、おい、正解は覚えてないですよ。そんな覚えてるわけないでしょ。逆切れ。スマートバンドしてるので正確な時間わかる。大丈夫。え、なんで自分のこと監視してんの、やめてよ。本当に何時寝たっけ。昨日はでもダンスの動画見て寝た。配信中にバリアが右してた。もうやだ本当に。バリアもうやだ本当に。あの人すぐ攻撃する。井出検定難しいよ。そう、いろんな人はかなちゃんの配信の前に寝落ちして見れませんでした。かなよが一番好きな STU の曲は生きここ。アイブブー、全然ブブーです。さよなら。井出かな検定脱落。たまとこさんありがとう。花火嬉しい。かなと一緒に静岡を日本の首都にしたいぐらい好き。静岡日本の首都にしたいと思ったことないな。ちょうどいいです。あの賑やかさがちょうどいいんです。カナ積んでるじゃないよ。カナ積んでるじゃないよ。本当にカナはデレデレですよ。いつも朝食は何食べてるのクイズ。じゃじゃーん。井出かなはいつも朝食は何食べてるでしょう。まあこれは結構簡単だから、まあこれ答えれたら3級ぐらいかな。星ばっかなってるよ。
全部星になることなんてあるの？自分の睡眠時間よ。かなちゃん世界一可愛いアイドルだと思います。嬉しい、ありがとう。からし大根さん、納豆、はいブブー、食パンにマーマレード塗ってる、ブブー、そんな女の子らしいことなんてしませんわ。焼いた食パン、ブブー、梅干し、ブブー。朝食食べてない。朝から辛ラーメンやばい。あまり食べない、食べないことはいい。正解、正解は朝食は食べないでした。ありがとうみんな、朝食は食べない、意外と簡単だったね。じゃあ5級にしてあげる。意識高いから朝はフルーツ盛り合わせだろ。そうですよ、かなちゃん。あまり演技でも怒らないでね。おすすめして見に来てくれた人が怒ってたって言ってた違う、怒らせるようなことしないで。じゃあみんな、かなはそうやって怒らせる人がいるから怒るんですよ普通に。じゃあもう次からかなのこと怒らせたらブロックしよう。かなも配信で怒りたくないし、ムカつくから、ムカつく人はブロックします。アサイボール、アサイボール意識高すぎ。アサイボールなんか夜食べたくない。朝なんか食欲が湧かないんだよね。静岡のゆで卵、うわめっちゃめっちゃいいわ、かっこいい。ゆで卵朝から食べた、フレンチソースヨーグルト、ラーメンのイメージしかない。ラーメンのイメージ、ラーメンね。でもラーメンはなんかうち本当にね、なんか自分のからなんか脳みそで太るなって思うことがあって、うち朝とかラーメン食べれないんですよね。なんか夜じゃないとラーメン食べれない体質なんですよね。明太子ブブ、カツオのたたきさんありがとう、とうとうかわいい、ありがとう。静岡109とかいう寒いものがあるところ一人できない。はなんで、え、なになに、静岡109寒いって言わないで。え、静岡で109あるの？悪気ありますよ、なんか悪いですか。自分の髪食べませんよ。浜名湖パルパル好きだけども、グラノーラいつ食べるの？後でアサリボール先作ったから、今冷やしてるからそれ固まったら。カナーポイント1ポイントゲットです。カツオたたきさん、山椒さんありがとう。挑発に乗ったらいかんぜよ。カナは大体ニコニコしてる。山椒さんありがとう。花嬉しい。だ、人間だから怒ることだってありますよ。私だって人間ですからね、普通に怒ることはいっぱいありますよ。私は特に人間味がある人間なので怒りますよ、ムカつくことあったら。でも逆にムカつくことはなかったら怒りませんからね。夜に食べるなら夜イボール、確かに今まで怒らせるようなコメントしてもう次したら許さないですよ。アサイボール夜に食べたら夜イボール、辛ラーメンふやかす、めっちゃ美味しい辛ラーメン。お米売ってないって本当？え？初見です。入れ検定そろそろ、正解は全部とか言う、なにクソ、クソ問題出してきそう。いやいやいや、本当にそんなことはしないですよ。しっかりみんなが答えれるように頑張って考えた。自分も何しようかな。井出検定3級の問題、井出かなうは寝る前の、寝る前に絶対にすることがあります。それは何でしょう。これはクイズ、答えれたら3級ぐらいかな。でもこれ結構ね、自分配信とかでも言ってる気がする。お昼食べる時間なかったり食べてないこと多いな、心配。そうだよね、静岡109ないよね。ほらよ、109東京、朝から富士山頂元気すぎ、めっちゃ甘いやん。朝から甘いの食べれないんだよね。静岡って何がおすすめ、いつも通り過ぎてるだけ。爽やか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 、ハンバーグ。今からアサイボール作り配信する。アサイボールも作ってあるんだよね。こんばんは、実は静岡行ったことある。おお、いいね、その暴露ちょっとおもろいですね。いいと思います。
本当はいつもニコニコして優しい、ありがとう。納豆食べないの？納豆食べない、だって納豆はたまに食べる、お昼とか食べる。カナウが一番最近泣いたことは、カナウが一番最近泣いたこと、海の始まり、ドラマ見て泣いたかな。カナウちゃん優しい、ありがとう、嬉しいよ。ムカつくことがあれば怒ります。怒ってなければムカつくそうだよ、ムカつくことがあれば怒るし、怒ってなければムカついてない、そういうことですよ私は。つまりなので私に優しくしてください今までの自分の行動反省して、これからもっと反省文が書かれた歯磨き、ブッブ、歯磨きもするけど、まあまあ、顔を洗う、ブッブ、寝れないじゃん、目をつむる、ブッブ、寝る前は動画見る、お、惜しい。次はちょっと細かく書かないとOK しません私は。その何を見るか、どういうのを見るか、例えばさ TikTok とか YouTube とかいっぱいあるじゃん。足パカ体操しないわそんなしないわ、そんなめんどくさいことしないわ。ファンの人のこと考えてますよ、本当できる。まあ台風に備えて買いだめしてないんだよね。 X 見る、 S さんやっほー、一旦の超昔だからアップされる。え、そう、静岡109、うちなんかまだ109ってものを知らない時代に亡くなったから、小学校ぐらいかな、わかんないけど、あんま記憶いないんだよね。かわいい、嬉しい。ボンバメの編集と X のリプチェック、あ、それはねもうしょっちゅう1秒に1回ぐらいしてる。エゴサと逆立ち逆立ちは意味わかんない、エゴサは納得できるけど逆立ちなんて絶対しない、寝れなくなりそう。エゴサはでもよくしてますけどね、寝る前も。納豆にご飯かけますか、かけます。映画かブブー、納豆食べたって口に上げてなかった。え、めっちゃ納豆食べる。寝る前にすることは暴食でしょ、もうアイドル失格じゃん。手間のつきもなかったってこ、僕が失礼な行動許してくれるかなちゃん好きです。本当だね、もう許さないよ次は。怒ることがあれば怒る、そう。こんばんは、やさ。動画を見る、ドラマを見る、惜しい。違う、したら目も出るし、みんなできない、そうできないの、ずっと優しく止めてくれる、ありがとう。カナウが初恋の人に漫画をアヒルのする、カナウ別にその人に初恋じゃないから、普通にうちは恋してないから、別にその人に恋愛書、テレビよりカナウおもろい、やった。ぼっち大喜利、ぼっち大喜利、もう TikTok、 正解、 TikTok を3スクロールすることでした、寝る前にすること。じゃあ何の動画見ないわ。寝る前かなえちゃんがすること、自分がかなえちゃんに膝枕されたいもう意味わかんない、もう意味わかんない、しません、膝枕、私はすぐ足しびれるから膝枕なんてできません。でも私膝枕 したくない、だって足痛いじゃん、そんな、何のために膝枕するの、みんな YouTube 見る人 TikTok 見る日がある、 YouTube も見ますよ、 TikTok 見ることでした、正解は。キモ、デスノートはつけてみましたか。え、デスノート、デスノートじゃないよ、なんか昔はなんかノートになんか一日ムカついたこととか書いたりしたけど、今はそんなんしない、めんどくさい。リボンかわいい、やった、そこリボンなの。納豆に酢入れない、鹿の子の子の子を起こしたんだ、やばいでしょそれ、おかしいよ。寝る前に家族に LINE 送る、いでかなちゃんです。眠くなった、ポニテです。3スクロールって控えめ、寝れなくなるからね、もう3回って決めたら3回で終わる、サンクスクロールで我慢できる、そう、でもなんかサンスクロールで我慢しないとって思う、なんかじゃないと一生見ちゃうから、サンスクロールって決めたらサンスクロールにしてる。男子は好きな子にちょっかい追い出したくないので許してください。許しません、サンスクロールで終わらせる。納豆にご飯かけるんだけど、ご飯に納豆か、
サンキューもらえた。出る前はポチって閉めるしかないやろ。もう私はさ、何だと思ってるのみんな。私はさ、あの豚だと思ってるの。 TikTok 開いたら性スクロールはしちゃう。やばいやばいやばい、一日終わるじゃん。膝の上で泣いてください。カナが一番好きなドラマはいつかこの子を思い出して、なんたらかんたらブッブー、いつかこの子を思い出してきっと泣いてしまうだろうみたいなやつ。あれ面白かったけどめっちゃ好きではない。過去一好きなドラマは好きな人がいることかも。あれマジで好きだった。死並べするよ、します。 TikTok 見ながらよく寝落ちしても、無限再生。うわ充電なくなるやつだ。私ね才能あるから、うわこれ寝る、寝落ちするってなったらスマホのボタンポチって押す癖がある。エゴサしていいよ。 TikTok にかなちゃん動画いい感じであげるように頑張って。ありがとう。寝る前にずっと噛んでいたホルモンを飲み込む。やばい、みんな大喜利始まってる。寝る前に郊外優しいメンバーの配信動画音だけ流して寝てる。え、かなうでいいじゃん。じゃあ最近3期の配信見ないよ。見られるのも嫌だし、だから見る、見ないようにしてる。花の千晴も好きだよ。花の千晴と好きな人がいることと、あとなんだろう、砂の塔も好きだった。納豆にこんにゃく入れません。寝るときは宇宙人を呼んだ会話する。どこでいつか TikTok 始める。ねえ、なんかさ、インスタの許可もまだ来ないんだけど。普通にどういうこと。あのさ、あのさ、もうそのまま流そうとしてるよねってうち最近思ってる。ちょっとイライラしてきた。絶対さ、そのまま流そうとしてるよね。インスタやりたいでさ、私はわざわざ言葉にしてさ、どういうことをやりたいって全部文章で送ったのにさ、絶対さ流されるよね。もうこのまま一瞬バンされてないですよ。食べ物買いこうかな。そう、忘れてた。 YouTube で焚き火の音楽聴きながらね。待って、カナもそれ一時期ハマってた。一時期ハマってた。たまに、でもなんか広島来てからはたまに雨の日の音を来て、あ、聞いて、雨の日の音楽を聞いて寝る時もある。気分、川の音楽、せせらぎとか。でも焚き火めっちゃわかる。うちキャンプのさ、朝の朝好きなんだよね。うち結構家族でキャンプすることめっちゃあるんですよ、親戚とか家族で。その朝の焚き火の音とかめっちゃ好きで、朝コンソメスープ作る音とか、だからその音が好きでたまに聞きたくなるんですよね。ラーゲリを得られるコメントという映画、それ自分のさ、あれだ、自分の高校の時に見ようとした映画だ。お披露目の時以来の TikTok かな。カナウがなりたい身長195。はよ、森末とカナウ両方いじる動画を作るよって。見たすぎる。イデリナちゃんもいるね。雨音、海の波の音とか、そう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 、そういうのも聞く。今日のイデちゃん、レッスン終わるの課題なきゃ、レッスンの課題なければ配信終わる。選択フローを予想 TikTok に落ちた。そうかな、いつもだったら。でも寝る前でレッスンの動画とか見る。雨とか海の音とか焚き火、え、わかるよね。なんか時々聞きたくなる。なんだろう、夜よ僕を主人にするな、ですね。富士五湖とかしやすいもんね、キャンプ。あー確かに。でもうちそっち行かないない、いつも三重とか岩田とか三重とか行きますよ。あとは神奈川とかかな。スタッフさんにかなちゃんがインスタの許可をもらってないと怒ってますって。6択で、いや、チョコザップに変わってた。チョコザップ多くない最近。私解約した。夜ベランダから星を眺めて黄昏れたことはある。あ、一時期ありました。家のベランダから黄昏れたことありました。友達と電話しながら夜ベランダで黄昏れてたことあった。今はそんなことしない。ポニテにすると少女、いつも少女ですよ。欲しがち環境音。かなちゃん SMR、 SMR 嫌い。くちゃくちゃするやつが嫌い。北海道のクマポン、元気ありがとう。フクロイの花火行ったことないかも。どこだそれ。かなうが一番好きな母親の手料理は何でしょうか。みんな答えて。みゆぽん、かなうたの真似をしてました。何の真似をしているんだ。何の真似だ、気になる。アサリボール取ってこようかな、作ったやつ。
眠くなっちゃった。耳かきする ASMR。 いや耳かきはなんかゾワゾワしちゃう。あれ私ゾワゾワしちゃう。チョコザップってお菓子売ったりしてなかったと思ってた。確かにカレー。ベランダで黄昏れるかな見たら腹筋。最悪、笑うなよ。かなだって黄昏れることだってあったんですよ。そういう時代、黄昏れるに憧れる時代。ドラえもんの声真似。おい伸びた。野球しようぜ。あ、スティッチ得意ですよ。スタッスタッスタッとスタッと、ほら得意ですよね。こんばんは、ねむねむにゃん。肉じゃがオムライスブブ。豚汁でした。ジャイアン、そうジャイアンだよ。うわ、なんかこの前なんかのさ声真似したらめっちゃうまかったんだよね。自分意外と才能あるんです。才能あるんです。願い叶えてくれるの教えてみて、言ってみて。あなたの願いを私が全部叶えてみせるわ。私本当に、私って何、なんかおかしい。私っておかしい、おかしい。自撮りする時のイチゴの顔まで。リサ花火ありがとう。順調に進んでる。嬉しい。美の進化、みんなのおかげだ。歌手と付き合いたいです。知りません。頑張ってください。膝枕されたいです。頑張ってください。私はしません。膝枕ですか。私は膝がしびれるので嫌ですよ。普通にしびれるのは嫌いです。膝枕はでも、まあ、されるのはいいと思いますよ。普通に花火ありがとう。地下アイドルによって膝枕使えるようなことしてるような。どういうこと、そんなことできるのがあるの。私は知らないわ。私は音楽だ。肘で打たれたい。あー眠い、ガチ眠い。眠サウルス、眠サウルス。ちなみに今はエゴサをしてました。触覚がいい感じ。やったー、嬉しい。これ両サイド量が違うんですよ。寝るときはこっち向いたりこっち向いたり上見たりとか。落ち着きないですよ私寝る前。一生動いてる。首が痛くなっちゃうんですよ。首が痛くなっちゃうよ。眠くなっちゃって本当に眠くなっちゃった。ミポンかなうちゃんのモノマネしてみぽんママが似てるって言ってた。どういうこと、何どんな真似されたの。私は寝相悪い。いやでも ベッドから落ちないよ。こうなんか一人用ベッドなんだけど、一人用なんて言うんだっけ、そういうベッドなんだけど、落ちたことはないから寝相はめっちゃ悪いわけではない気がするよ。知らんけど、そのね、なんか寝てる時ね自分がどうなってるかって分かんないんだよ。でも昔は自分なんか寝てる時になんか歩いてリビングまで行ったりとかしてたらしい。覚えてないんだけど。
そう、ホラーさんで500万だとちょっと。カナレシピ見たよ、嬉しい。ヤギさん、ありがとう。彼女にカナウちゃんを楽しみにしないとカナウちゃんがかわいそうでしょと怒られました。彼女さん、さすが分かってらっしゃる。背中から書いてもらっていいですか。嫌です、断ります。リペ、そうそうそう、かなちゃんがミーポン呼ぶ時のモノマネを披露してる。どういうこと、知らんけど。あー、ちょっと撮ってこようかな。バンドするなら楽器は何ですか。ドラム、じゃんじゃかじゃんじゃんじゃん。リさん、ありがとう。花火嬉しいです、ありがとう。ヤンキーってさ、なんか返事、なんかクラスにいるさ、なんかヤンキーみたいな、なんかチャラい人ってさ、なんか返事さ、うっすって言うよね。なんでなの、なんでさ、はいって言わないの、なんでうっすって言うの、なんで。ドラムになりたい。ピースピース。ひなたゆきちゃんがヘアケアスキンケアのレシピあげてる。あげようかな、うちも。そう、でもうちさ、本当にさ、申し訳ない、でもさ、思うんだけどさ、髪の毛ってさ、結構さ、なんかもうそれはさ、もうなんか今なんかさ、髪の毛ってほんとちっちゃい頃どんだけ丁寧に髪型したかとかも、あれと、なんか髪のさ質でも結構変わるくない。私もともとさ、そんなさ、髪の毛がさ、なんか髪の毛がなんかもともとストレートの人だからさ、あれなんだよね、そんな髪の毛にさ、なんかかけたことないんだよ。だからさ、髪の毛はもうさ、もともとのもんだからしょうがないと思ってる、うち勝手に。うっそうそうそう、うっすーって言うよね、みんな。それがかっこいいと思うから。めっちゃおもろい。うっす、野球部よく言ってる、うっすー。イメージ、ピースピース。ヤンキーあるある、着替えが早い。そうなの、ヤンキーさんはずっとクラスでなんかシャツでいるイメージ。太鼓終わった。ヒロさん、ありがとう。花、あ、金魚、カノウイス、薄味が好きだから。意味わかんない。どういうこと。全ての髪が入れ替わるの約1年からやば。くせ毛とか、そう、それはもうしょうがないなって思う。髪の毛あるうちに大事にすりますよ。あよ、ヤンキーの T シャツってなんだね、あんなピチピチの。うちヤンキーじゃないからわかんない。ヤンキーさんに聞いてみて、ヤンキー経験者に聞いてみて、なんでピチピチなんですか。ヤギさん、花火ありがとうって思った。今ふと疑問になった、が湧いてきた。なんでウィスっていうのかなみたいな。ウィスパーかな、ウィスパーとか懐かしいな。妖怪ウォッチしたくなってきた。そうだ、この辺にさ、充電器ないかな。久々にこのイヤホンが出てきた。どこやったっけ、うちさ、充電器どこやったんですか。 DS の充電器。髪の毛薄かったけどなんか治ってきた。ごめんの底面にありがとうございました。あざしたっていう人いるね、あざした。まあそれはなんかめんどくさいのかな、ありがとうございましたって。姫田に聞くが、どういうこと。え、本当にどこ行ったんだろう。あ、懐かしくない、この DS のカセット今落ちてたから。ロンロンハイランド、これめっちゃやってた。これの配信を見たママにさ、え、そんなもんまで広島に持ってったのって怒られちゃいそう。歌わないよ、後ろ何した。歌わない、ちょっとお腹すいたから、ちょっと今ちょっとアサイボールさっき作ったからそれ出していこうかなって思って、あとは普通にはあ、カセットがベッドの下に落ちてた。あと普通にあの 3DS を充電したいけど、 3DS の充電器がどっか行っちゃったんだよね。どこやったんかな。カナが一番ハマったゲーム、妖怪ウォッチ真打ちかな。動物の森じゃないよ。髪切りありがとう、嬉しい。うわ、眠くなってきた。
ねむねむかなうでございますよ。ちょっと一瞬待ってて。ちょっとやるな、スカートとか今日は。よいしょ。どこやったっけな。ここら辺に記憶ある。自分の部屋ってもう分からないわ。櫛が出てきた。学校ジャージじゃないよ。ただいま。ちょっとお腹が空いた。歩いてる時の音。ポニテでーす。ヨーグルトが。シャイアンさんから聞いてもらった、あ、もらいただいたやつも履いてるよ、いつも。これがイデカナの足汚いな。アサイーボールをさっき作ったから食べる。今からお腹空いた。いただきます。うわ、なんか蜂蜜入れすぎちゃった。蜂蜜の味しかしない。スプーンオイラと一緒。100均だよ。やばし。え、そうなの？夜食べたらアサイって言わないの？ヨーグルト結構入れたんだよね、自分。
アサイって何か知らないよ。ヨーグルト無糖だよ。逆にこっちが眠くなってきた。そう、みんなを寝かしてあげようと思って子守歌。多分みんないつもさ9時とかに寝ないじゃん。みんなさ10時とかさ12時とかさ日が回ってから寝るから、今日は早めに寝かしてあげようって、みんなを寝かしてあげるための配信。毎週食べてないよ。みんな寝れないのか、まだ。うん、あとちょっとしかない。食べ終わっちゃった。お腹が空いたな。あ、やばい。よし、ついてない。ミーポンと一緒になっちゃった。ごちそうさまでした。美味しかった。どうやってぴったりずらしてる？え、この配信のこのやつをこうやって上に上げてる。お仕事があるの？大変だね。人がポテチとかお菓子食べてる時の音好き？わかる。ポテチはわかる。ポテチ食べたくなってきた。仕事しながら寝ないで。こんばんは。プケットからヘリコプターさん、ありがとう。金魚ビスの、そう、ビス2枠目です。2枠目です、ビス。だからまだまだ完食。今日の晩ご飯
いや悩み中。あでもさ、そうそう、明日までなんだよね同一料金。何同一料金って。なんだっけ、あそう夜ご飯食べたんですよパスタ。でもなんか意味わかんない時間に食べた、6時とか食べた気がする。6時とかに食べたせいでお腹すく、カナビス出るよ。だからさ、なんか食べたくなってきちゃった。そういえば昨日洗濯した、偉くない？そう夜遅い時間お腹空いてくる、なんか食べちゃおうかな。でも太るしな、今食べたしな。何がいいと思いますか？あーそう、配信終わって洗濯をした。うち3食食べないんだよね、朝食べれないの。少し食べたら余計にそう。洗濯するとか総理大臣ぐらいすごい。ありがとう、もう今日も洗濯しちゃおう。じゃ6時の晩ご飯頑張っ、ちょうどいい。そう配信終わった後作業した、お洗濯配信。そうなんか食べたいけどスーパーも閉まってるし、どうしようかな。お米も炊かなきゃないし。学生の時昼食朝食食べてない。だって朝食食べるとお腹痛くなるもん学校で、だから朝食食べなかった。こんばんは。あーお腹すいた、お腹すいた。どうしようね、明日からの食料買わなきゃやばいんだよね、ないから。でもすでに明日はちょうどありそうだし、やべえ。朝食食べないとお昼お腹すかない。えでも一回朝食とか食べてしまうとお腹空いちゃうんだよね学校とかで。だから朝食食べないでもうお昼まで何も食べなかったら最高。朝食食べないと頭働かんぞ。だから頭悪かったのか、そういうことか。よかった、なんかうちのもともとの頭脳の頭が悪いのかと思った。多分朝食食べなかったせいでちょっと頭悪くなっただけなんだ。飛ばされないため、確かに急いで食が行くの、店が閉まる、田中商品がなくなる。えゾンビ？お米あるよ。あお米はあるよ、炊く前のお米はあるけど炊いた後のお米はない。朝食こぼして朝食、おお素晴らしい。かなちゃん頭いいと思う。私頭悪いよ本当に、この世で一番頭いいかも。いやもともとだけどさ。いや違うよ、うちも頭いいよめっちゃ。だからかなんか朝食食べた日やけにさなんか眠くなったんだよね。だから食べたら頭が働いてなんか疲れて眠くなっちゃうのかな。氷不足が騒がる、なんで豆腐力すごいから。そういうこと。配信は好きだよとしたさんや。ちょっと9時に配信終わりにして、あと5分、あと5分話そう。みんな最後にあと5分でちょっと寄りかかろう。で配信終わって、で X を上げて、ランチ食べれて、ランチを3期で一番違う頭いい。泊まった時は朝食食べるのだ。あ分かる、旅行先は朝食食べますよ。朝食がついてたらご飯食べる、明太子ご飯食べたい。今日は12時までに寝ると約束した自分の脳みそと。だから頑張る。わ寝てしまいそう、なんで寝てしまいそうなんだろう。夜になると寝れないのにさ、こうやってこういう時寝れそう。じゃ今寝たらさ朝なるかな。でも朝なっちゃダメだよね普通に、だってダンス覚えないといけないから。
スクショタイムしよう。早寝のコツ、早めにお風呂入ること。確かに、予想しよう。台風来てるから寝たら寝ようかな。今から朝まで寝たらダメだよ。だってさ、だってあれだもん、覚えなきゃいけない曲がもう何曲もある。矢吹さん、花火ありがとう。スクショタイムくれませんか。スクショタイムどうぞ。ポニーテール、あとはバイバイ、どうぞ。やば、2時、やば、4時間しか寝てないの私無理。矢吹さん、涙ありがとう。寝落ち寸前。なんで今日はこんな眠いんだろう。なんでかっていうと低気圧だからですよ。低気圧の日はね、頭痛くなって眠くなるんですよ。だから今日はなんか眠いなとか、なんか低気圧だなと思ったら低気圧です。X 上げる、嬉しい。半目で取れなかった。いいじゃん、半目めっちゃ最高。半目一番可愛い。半目が可愛い。スクショタイム、こちらこそありがとう。わあ、なんで今日こんな眠いの。絶対さ、低気圧だからじゃん。そう、これさっきさ5秒前ぐらいに話したよね。最悪、なんか何話したかも覚えてないぐらいの脳みそになってきちゃった。やばいこれ。でも寝て、今寝たらさダメだよね。夜中に起きるよね、今寝たら。普通に朝3時に起きてやることやったら、そしたらまたそっから寝て二度寝して遅刻する。お仕事に。フリリと勉強ならどっちがいい。勉強。低気圧は関係ある。今日は特にビジュアルバリ可愛い。今日あんまメイクしてないんだよね。やっぱメイク薄めがみんな好きなのかな。低気圧眠いよね。洗濯しないよ。もう靴下ぐらいしかない。もう洗濯するもの。男女そろそろ読もうかな。13位ホーリーさん、12位からし大根さん、11位よしふみさん、10位ポケットかヘリコプターさん、9位マピノピさん、8位 TM さん、7位さかなこなまみれさん、6位まるまるさん、5位吉川さん、4位たっくん、3位かつおたたきさん、2位やすべ、1位はまるともちゃん。ありがとうまるともちゃん、ありがとう。今日のメイク好き。じゃあこの後ちょっとなんか配信見に行こうかな。みんながどっか行ってないか、ちょっと一瞬監視しに行きますね。フリーレイ、いやなんか自分で覚えるのが嫌だ、大変。では学生メンバーみたいなタイミングで。俺そうだよ、学生メンバーだもん。一あとでブログ読んでね。それはやめてもらっていいですか。いや、やめませんよ。今からちょっとパトロールしようと思います。ゆでかなパトロールします。まあ異常があったらまた配信をしようと思います。ではさよなら。 TikTok ライブは行きません。じゃあバイバイ。みんな楽しんでね、今後の夜も。見んのよ。え、さすが素敵。おやすみトポール、おやすみ眠い。